新平家物語第189回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦ですゆかり紫その晩扇町屋付近には黒煙がみなぎり火口のうちに消火栓でも起こったような様相が見える権現堂の僧が平家の木材の陣屋へ 苦労御蔵師らしき者が昼には大勢の若者を介し、今宵はただ二人で泊まっていると密訴したのだ。木材陣屋は狭山の北にあった。小屋田の方眼、平野重利がここにいる。時を移さず木材の常備兵が権限道を野襲した。大木町屋は四五百戸ほどの丘陵部落である。金子郷のうちであり、金子重郎の領内だ。 何事ぞ挨拶もなく理不尽なと、近くの金子坂の屋敷からも、家人老党が権限堂へ駆けつけた。そして、木大兵と金子勢とが戦闘になる前に、もう炎は杉林の奥を赤くしていた。追い杉の小を燃え上る旗のような火が遠くからも望まれた。その頃、苦労と涼之助は、もう大町屋を駆け下り、入間川の岸へ来ていた。 その収獣の周りを絶えず奇妙な人間たちが前後していく。奇妙なとは言ったが、事前に今夜の奇襲を知らせてきたのはこの者たちであった。しかも彼らの間には生前たる連絡もあるらしい。船を呼べばすぐ対岸から船が来る。そちたちは吉次の家人か。対岸へ上がってから苦労が尋ねた。去ればで、と。 大勢の中から二人の男が名乗って出た。吉次の弟、吉六と吉内にござりまする。吉次は来ているのか参っておりません。道のくか平泉でお待ちしておりまする。では、戦争時の夜の仕返しにこの苦労の身を奪い返して来いと、そちたちは申しつかって来ていたのか滅相もない。吉六は大げさに手を振った。 吉次は、さような昇進者ではございません。御曹氏の沖の向くまま、豆ずへ旅を遊ばそうとも、ただ陰に沿うて何年でもお供をしておれ、よそながら御身を守っておればよいと、それしか申し渡されておりません。そうか。苦労は素直に特進して、なるほど、意地の強い男よの、と、両之助を振り向いて笑った。吉六と吉内は、 して、これからのお旅先は、と、わざと尋ねた。苦労もわざとこう言った。昨日の駒川や今日の権限道で我らが何を談合していたか、もうそちたちの目や耳は詳しく知っていたはずと思うが、存じております。が、念のために、念のためか、と苦労は言葉を改めた。少し道草したが、道のくへ下ろうよ。 ひとまず、吉次の家へでも、心得ました、と、吉六吉内は気をい込んで、一味の同勢へ手を振った。おい皆聞けよ苦労気味にはいよいよ、道のくへお心が向いたと仰せある。御意の変わらぬうちに、白川の席へと急げ勝や木は二十人余り。 やがて小手差しが腹を北へ北へた急ぎに急いで行くのが物見な枯れ伏している野面なのでうずらの群れでも低くかすめて行くように小さく見えた。それをこの夜武蔵野のあちこちで十機あるいは十数機でひそと見送っている影もあった。草の実等のたれかれである。 比企か一たちの人群れは、入間川のほとりに馬を立て並べ、今し遠い道のくへさしてゆく苦労御蔵師の上に幸あれと、静かに祈り合っていた。扇町屋の火は消え薄れてゆく。下火となってきたそこの空のように、野に住む若者たちの夢も、元の高稜たる原野に冷め返っていた。手の内の玉でも見失ったような顔がすべてであった。 やり場のないものを閉じている眉や目である。しかし、この原野はまだ長い風雪の期間を訳している。寂しい、寂しい灰色雲の巨来が、暮れの武蔵野をなおひとしきりは覆うであろう。比企吉和はその晩家へ帰らなかった。明くる日もなお家に姿を見せない。 金子十郎の家人と木大兵との間に喧嘩があったこととして、大町屋の事件をもみ消すために八方を奔走していたのである。小屋田の方丸重敏は多分な疑いを抱いたらしい。しかし結局は死闘と認めて、都への公文とまでにはならずに済んだ。草の実党の仲間もほっとした。義和が帰ったのは四日目である。 ご心配をおかけいたしました。彼が老母の前にわびると、何の、案じてはおりませぬ。帰って、アマは彼をいたわった。言葉の裏には、若い者のすることぐらい、どうして知らずにいましょう、と言っているような含みが聞こえる。引きのアマ一人ではない。 吉和のような若い養子や責任のない決起な指定を抱えている東国武士の家長の間には、あまと等しい沈黙をどこの家でも持っていた。それは、憂いと共鳴等を一つにしての微妙な骨肉感情であった。自制に敏な若い者の短所は現状を無視してかかることと。 またともすれば事故の情熱をまだ実るには早すぎるものへかけて子どもの焚き火みたいに遊戯化してしまうことだった半年以上も苦労かじゃをめぐって一人相撲を取ってきた草の実党がそれに近い扇町屋の火は遊びあげくの焚き火だと思う義和は老母の姿を見ると心の内で自分たちの辞儀を恥じた お疲れであろうよしかずい,いえ私の疲れなどはそれよりはこの年の暮れを数日も留守にいたしまして池殿へお知らせ申し上げる年貢の長も天が調べを済ましておきましたまた召使いやら百姓衆への例年の習わしもいつものようにの何もかも申し訳ございません ただ、おもとの帰りが待たれたのは、春の子沼に、あまもいずへ旅立ちたいと思うての、かってじゃが旅自宅までして、おお、正月は目の前、また玉水の弟を共に連れて行かれますか。その十郎も、ゆうべから来て泊まっておいやる。十郎が来ておりますか。では、おたちは、明朝にでも。 がその前におもとにはぜひ見てもらいとうて大事なものをまだ2に,にもしておりませぬ。奥へ行ってみてたもるか。はて何をお忘れかの。天が仕立て上げた佐殿のおはるぎを。ああまことに義和は膝を打った。面目なさが顔をはう。 思えば四日前の晩、それに一個もせず家を出たきりの今日であった。天は彼を誘って自物堂の戸を開いた。彼女はすぐ義友の遺廃へ挨拶をする。ここへ入るとすぐに出る自然な習慣なのである。衣服は広豚のまま備えてあった。 それは質の好機に奮戦されて、尼が小袖のたもとをそっと広げて見せただけで、好もしい匂いが義和をくるんだ。義和は老母の丹精に対して両手を使えた。はあ、これは武蔵野の、そうです。武蔵野の紫草。あの紫で染めました。源氏にゆかりの紫草。 佐殿にもさぞお心にしみましょう。この糸とてもと、いとしそうに尼は山眉折の肌をなでた。春子を飼うにも紡ぐにも、人手を借らずに皆尼が手でしました。夏から秋の夜長へかけては、ひまたにあれば旗に向こうって、むしろの目ほども墓行かぬ年寄りの,のさのばきも、 いつか尺をなし嬢となり、けど殿に召していただくまでになりましたぞや。はあ、いけませんでした。何がの、よしか和。私たち若い者は、そうも言えぬが、と、天はほほ笑んで、旗を折るにも、一つの長を間違えると、もう満足な布にはならぬ。 紫草の汁へつけても一度や二度で良い紫は染め出ぬわの。出直します。この後は血と心して母じゃみとの変わらぬご精進を招びまする。昔乳母であったというだけの絵にしなのに尼が頼朝へ尽くしてきた他年の定義は並大抵な真心ではない。 心と物質の両面にであった。頼朝へ貢ぐために田舎へ移住し、頼朝に不自由をさせないために貧乏をさえ楽しんできた。しかも、人目を忍んでのことである。それがこの暮れまで、十七年間も変わらずに来たのである。母ながら、吉一はこの人を偉いと思う。 この人の偉さは、そのことを自分の楽しみとしているところにある。寸胞の行理もない。愛情以外なものではない。だから、伊豆への旅は、まには自分の愛情の運びであった。尼は急いそいそして、途中の寒さも危険も思っていない風である。 荷物の男二人に義和の妻の弟で、林郷の三代の屋にいる三代の屋十郎という強力な若者をいつも連れて行くことにしている。そうして、伊豆へ立つ朝、義和もまた鎌倉街道の恋学簿まで老母の馬について見送って行った。十郎、頼むぞと念を押した。はいと。 素朴コカジェの赤ら顔が笑ってうなずく暮れの富士が西の空に真っ白であった <music> 次回は「嗣信忠信」です。 よろしければ、いいねの評価とチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録は、画面右下のザのマークからどうぞ。